やっちゃいよ、ライジョンです。ということで今日もやっていくんですけど、今日はね、トロフィーね7400到達したということでね、順位は64位なんですけど、多分サムネとかね到達するときね、確かね30位ぐらいだったんですよね。35位とか確かそんなもんで、なんで50位ぐらいかもしれない。ちょっと待って。まあ、そんなもんだったんでね。まあ、そこら辺をね、解説していこうかなと思います。で、今日はね、ペッカじゃないんです。ロイフなんです。でもね、結構最多更新してからね、ババってね、ちょっと俺、マルチそのままもね、7500行きたくて潜ってたんですけど、まあ、あと3勝か、まあ、3勝じゃ無理だな。4勝ですね。多分30もらえないんで、4勝で、まあ、運悪ければ5勝ぐらい。まあ、さすがにそれはないかな。20ずつぐらいだったらワンチャン5勝ぐらいになっちゃうんですけど、今のね、その、7500が世界で25位とか24位とかなんで、まあそこら辺をね、ちょっと狙っていきたいなと思いつつ、生マルチ、今日は解説なしです。よいしょ。まあね、ちょっとね、ババってこれすごいね、なんかやっぱデッキ相性に左右されるデッキはあるんですけど、結構環境来てて、やっぱりその、なんだろうな、デッキ、相性悪いデッキが少ないんですよね。はい。で、クロスはちょっと勝てる。で、迫撃バイブが唯一ね、結構ね、鬼キツっていうイメージがあるんですけど、エミは渦巻きなんだっけな、渦巻きだ。これもしかして、クロス来ちゃったね。いやー、めんどいなー。これとりあえずね、にゃー、めんどくさい。にゃーって感じもう。とりあえずね、ここら辺でね、テスラ壊していきたいんですよね、俺的には。はい。で、こうやってコウモリチュン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 していき、とりあえずね、テスラ壊すことができたので、ちょっと、鬱陶しいんでね、ファイボ、出てくれます。で、とりあえずね、アイゴレでタゲ取ってれば、クロスはね、しばけるんで、はい。で、タゲ取り、ワンチャンそのね、そう、来るんですよね、どうせ。もう分かってたんでね、こっちから。よいしょ。で、このね、テスラが反応しない位置に投げていくという感じで、ロイフが投げなくてもよかったんかな、ワンチャン。これ、相手、ウッドを使ったんで、これ、ギャング足していきます。ファイボー。まあ、ここにファイボー使わせられたんなら、まあ、そこそこ美味しいんじゃないでしょうか、という感じで、ウッド見てから速攻できたかったですね。相手多分今、4襟で打ってたんで、端前ね、テスラクロスしてからウッド転がしたんで、多分、4襟で今、ファイボー打ってたんですよ。なんで、もうちょっとね、もう、ウッド来たら爆速で行ったろうかなぐらいの感じでね、行けばよかったっすね。今、ファイボないんで、ファイボ切ってから1枚でしょ。じゃあ、これで、よいしょ。はい。これで、これでファイボありましたね。はい。OK。OK、メーン。で、とりあえず、細かいのね、散らしていき、ここら辺ですね。ワイのおすすめ。このね、散っていくからね、呪文打ちにくいんですよね、めちゃくちゃ。とりあえず、ちょっとクロスがこっちに立たれたら、ロイフをこっち気味にやると、こっちのタワーとね、うまーく散ってくれるんで、相手がね、ファイボ防衛とかね、しにくいんですよね、めちゃくちゃ。っていう発見。よいしょ。とりあえず、おかげ取っていき、で低めにマジアチを出す。ワンチャンのそのテスラ被りで処理されないようにですね。よいしょ。やべ、被ってるー。だーやばい。これやばい。鬼延命されるって分かってるんで、ファイブ打っていきます。ちょっとやばいですね、これは。やべ、今のファイブ打たない方がよかったな。やらかした。あー、バレてる。同じ手は通じねえよいと。言わんばかりの。よいしょ。これ、打っとくるなぁ。よし、いいね。まあ、こんくらいは許容していいっすね。いて。痛すぎだろ。やりすぎじゃね？さすがに。OK。これ、テスラが、か、ファイブが来ると思うんで。いやー、きっちいなー、これ。
きついですね、非常に。建物が、あー、来ない。お、来た。これいいよ。いいよ。いいよ。多分ファイブが来る。よいしょ。いいよ。いい処理。ファイブ2周回せるかな、これ。落ち着いて5打ちます。で、これ処理できた。5ウッド5で落ちるか、これ。やばい、計算できない。致命的秘宝、計算ができない。やばい、計算ができない。危ねえ。とりあえずウッドで、負けたー、最悪だ。ちょっと待って、5ウッド5で、まあ落ちなかったな。ウッド5ウッド5をしないと落ちなかったんで。いやー、くそー、負けたー、最悪だ。いやー、粘れたなー。ちょっと勝ちに行って負けちゃったな、もったいね。爪は甘かったっすね、今の。いやー、クロス勝てそうだったー、もったいなー。クロスねー、そう、5テスラじゃなければロケットとか遅延クロスとか、あとテスラロケットとか、あとなんかエリポンクロスとかだったら全部勝てるんですね、クロスは。でテスラ5がまあ若干ぐらいだけど、今みたいな立ち回りすれば、まあ、引き分けられるですね。ただ俺が今最後爪甘すぎて、最後攻めに行っちゃってね。そう、あの結構高回転で5を打ったアイゴレの緊急回避的なね、あれが回るんで、はい。なあ、ロイフォークきつい、右でよかったな。ちょっと待って、ウッド5、ウッド210、じゃあ415だから、5で、フェノファイナルフォームはね、なんだっけな、スパーキー、ババア、ロイジャイ、ペッ、なんかホグみたいな。確かそんな感じだったっすよね。俺の記憶だと。スパーキー、ババア、ですよね。言っとったっけな、チャップだけだったよね、確か。うん、そうだよね。うん、うん、これ一発後いけや。チャップ切ったんで、これで守ります。よいしょ。うん、これでもスパーキーが来るだろうから、でババがあるんですよね、これ。まあ、1回ステイでいいっすね、ここは。で、インペは絶対切れない。ロイジャイがあるので、はい、ババ。いけっかな、これ。よいしょ。結構守りにくいと思うよ、これ。これ、ホグ、つなげてきても、そこそこおいしいことになりそう。オッケー。これ、おいしい、おいしい。よいしょ。一発で押さえて、お願いだからクッ。まあまあまあ、しゃあないですね。まあ、ここは許そうと。で、次、ザップがあって、多分、ホグ飛ばしてくるんですね。なんで、マジアチャウッドで、遅れ気味にコウモリ出して、ザップ打つかちないぐらいのタイミングで、飛ばしたいですね。ファイブが確かなかったんだよな。なんで、コウモリセパック。出た、やば、やべえやん、それ。やばくないこれ。すごいね、逆に。あと、あと、うわー、ババ。まあでもこれ
ッケー守った。はい、いや1200守りたいな。ガンイモ、ガンイモ陰キャで行きたいな。ワンちゃんこれで、うわそういう感じ。グッドゲームとか言いつつも狙ってくるパターンのやつね。はいはいはい、はい、守りました。グッドゲーム。まあこれがグッドゲームですね。オーケー。さてさてさて、いやクロスに負けたのちょっと痛いな。絶対勝つだもんな、あれ。もっと上手ければ勝つだな俺が。まあ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 、しゃあなしでしょうと。7200ぴったりですね。あれ、フェノファイナルフォームがなんか言ってる。まあいいや、読めねえ。読めねえからいいや。矢の飴だったんだ、矢の飴ザップか。一見普通に相性悪そうだけどね。ボコボコでしたね。はい。まあなんか、やっぱ受け身に回ると、多分その、ミニペがないタイミングでホグ飛ばされて、先打ち矢の飴からのコウモリザップとか、多分そういう感じでやられるんで、多分今みたいに、その、ガゴムレがな、しかないターンに、ロイホグと細かいの投げたりとか、ババしかないターンに、そうなんだろう、あえてね、マジャチャを先行させて、そうなんだろう、ミニペとかもつけないでいって、マジャチャとかにね、ババを出させてみたいな、今みたいな感じ。よろしくと。いやー、なんだろうなー、ちょっと低いね、やっぱ相手が。なるほど。今の時代、マスケって言ったら、まあ、クエックホグが一番多いですね。なんでこっちミニペ構えて、左手で。あ入ってね。うわーこれ26じゃん。最悪だわ。26はちょっとねー、おつらみ案件ですね。早く切ったんで、もったい後ろから行きたいところではあるけど。ええわかんな、デッキ。何マスケ。待って。わかんない。出た！すぐスパーキーするじゃん。わかんないんだけど、これさ、ロイフグ通しても絶対あるんだよな、マジで。アイゴレでしょ、アイゴレ5は。まあ、アイゴレ2周もあるから、いいとして。いや、これ、うっといかれそうだな、マジで。いや、めんどくせえな。オッケー、いい防衛すぎる、さすがに。さすがにいい防衛すぎる。どうしようかな。マジで足してもいいんだよな。いや、これやばい、もったいない。何してんだ、俺。やばい、最悪だ。ちょっと待って。ああ、もう今のいい防衛のアド全部ドブにしてた、今。最悪だ。なんでこんなことしたの、俺。いやー、どうもう一発って。ならいいです、ならいいです。ドブぐらいではなかった。ギリセーフぐらい。で、3が動いたでしょ。サンガゴいて、ミニペサンガゴなんで、ザップしかないんですよね。なんでこれ、天狗も行こう。お、捨てまさかの ?5 か。5あったわ、そういえば。やべ。やべっつって。はい。あー折れた。しかもなんか残ってるし。あー終わった。俺の夏が。俺の夏が終わった。最悪だマジで。なんでこんなスパーキーくんの。おかしくない?やられてる俺、まさか。ちょ、待って、もう一回行きます。なんでだよ。しかもなんかエグ持ってかれるし、36。まあまあ、言うて。まあ、上位勢はね、みんなこれ味わってるんでね。もう俺もこれになれなきゃいけない。この36持ってかれる日常にね、なれなきゃいけないんですけど。ちょっとね、スパーキー多いですね。しかも、ファイボザップはね、もう、ダメ。でも、多分、今やったのは、俺の、今のロイホグギャングが良くなかったのと、
ギャング、そうですね、ミニペしかないってね、ちょっと思い込んじゃってて、ロイフグギャング、攻めロイフグギャングが良くなかったのと、あとは、あとなんだろうな、今の範囲としては。ちょ、マジアチャが、そのなんか、タワーごとぶち抜かれるの嫌すぎて、タワーからちょっと離して最後ね、防衛マジアチャ出してたんですけど、もうタワー打たれたら負けだったから、シンプルに正面にマジアチャ出してよかった。うん。あの、タワーの真後ろに出すと、スパーキーがタワーに打たれると、マジアチャ持ってかれちゃうんですよ。ただ、ジャイと、その、なんだろう、スパーキーとかこうやって並んでるじゃないですか、後ろに。で、ガゴとかも並んでるんで、それ並んでると、全部いっぺんにマジアチャでぶち抜けるんですよね。そう。だり、その、いいところは、全部打ち抜けるから、なんだろう、まあ、マジアチャがフルに活かせる。で、悪いところは、一発でもスパーキーもらったら死ぬっていうのがね。まあ、だから、一発でもタワーにスパーキーもらったら、もうタワーおられるっていう、そういう認識になっちゃうんですけどね。そのマジアチャを出すと。なんで、今ちょっとひよってね、タワー打たれてもいいように出したんですけど、そもそも打たれたら負けだったから、真後ろに出してよかったなっていう。くそー、橋場屋のガゴに出したマジアチャが、ちょっとシャシャリすぎてて、最悪だなマジで。あそこがもう下手すぎた。本当に。最悪だなマジで。あそこなもうちょっとゆっくり展開していければ、もっといい立ち回りできたな。やばい、マッチングしねえし。何分 ?1 分35分。待ちすぎだな。1分35分は。1分30秒。いやー、くそー、マジかー。ちょっと待って、マジで。これでどうせまた、あれですよ、7200ちょいぐらい来て、負けて40持ってかれるわーとかやってるもん、俺、どうせ。もう見える。か !7500 来て、大トロ。頼む、7500来てくれ。いやー、落ちたなー、ちょっとトロ。このさ、1勝2敗でさ、えぐいほどトロ持ってかれるからね、マジで。50ぐらい下がってるからね、1勝2敗で。まあ、しゃーなしですね。しゃーなし。いやー、くっそ、マジで。全然マッチングしないし、このカリカリして、早く勝負したい時に限って全然マッチングしない。だからスパーキー増えたんだなぁ。なんかさペッカが多すぎて、スパーキーいなかったんですよ。そう、いなかって、だからスパーキー使いが上に一人もいなかったんですけど、最近そのペッカのメタの、ペッカバルーン。マジアチャペッカってバルーンがきつくて、そう、サンガゴだったら、サンガゴだけでバルーン守れるんですけど、エレキ切った瞬間にマジアチャだけじゃね、バルーン守れないんですよね。そうだから、ペッカに相性いい今ね、ペッカバルーンがちょっと流行ってて、あと、クロスがね、結構多いんですね、やっぱり。と、迫撃ですね。だから、みんなでしかもファイボ入れてるんですよ、今、環境なんで。そう。マジアチャ環境なんでね。だから、それで、結構、ペッカが今減ってるんですよね、ちょっと。俺も今、マルチのデッキちょっとペッカちゃうなと思って、今ロイフグに変えてるんですけど。そう、だから、まあなんだろう。ペッカがちょっと減ってるから、ペッカに弱かった。今ロイジャイも結構ちょっと増えてて。うん。だし、ジャイもちょいちょいいるし、だし、スパーキーもね。お、来た。わー、ビクイツキー!よろしく。これグリコっていう人なんですけどね。日本で3人、トラ上げすごい人上げてねって言われたら、この人が絶対上がれるっていう、そのくらいトロがいつも高くて、うまいプレイヤーっすね。って言って最初に持ち上げて、俺が勝って美味しいってやりたいんですけど、いつも負けてます。多分そうだよな、裏に飛ばしてくるよね。やるなと。もう俺のデッキ知ってるもんな、絶対。俺もこういうことしちゃうな。やめよう。そういうことしたら死ぬから。間違えちゃう。なるほどね。え、ポイズン。なんかにボコられたのかな。なんかにボコられてポイズンに変えた民っぽいですね。よいしょ。とりあえずロイフグセパしておこうかなと。いやー、いい防衛だなー。これ、リが回ってるんで。してこない。なるほど。ザップか、佐藤は。ちょっとザップ説。なんで動かないの。えい、来た。オッケー。で、今ギャングしかないので。うわあ、ペッカ来たー。なんでだー。なんでだー。気づかなかったー。やばい。まあ、これ受けるか。受けて、甘んじて受けよう。うい。
上、よいしょ、いけいけいけ、倒せ倒せ倒せ、さあいいよ、いいいいいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、これコウモリしかない、コウモリしかない、なあ、こ、よいしょー、きたー、どっちかに多分ペック合わせられるんで、あー、そっちですね、ってことは、ってことは、ってことは、よいしょ、あ、やばい、ヤングと間違えた、ヤングと勘違いした、いやーすごーい、すごーい、あー逆サイにしとけばよかった、マジでちゃやばい、なんかうまいんだけどこの人も、嫌なんだけどマジで、バレないようにちょっと打ち抜いていきます。多分バレてないんで。よいしょ。来た。なるほど。これ多分吐き休憩かな。いやー、早いんだよー、マジで。やばい、また負ける、また負ける。くっそ、待て、待て、やめてくれ。やめてくれ、やめてくれ、やめて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 ー。きた、勝っ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 た、よっしゃー、来たー、やったー、やったー、あぶねー、やぶねー。よし。いやマジ初めてレベルで勝ったわこの人に。でも多分ポイズンが5がポイズンになったのがでかいですね。これが5だったらもう死んでましたね。はい、ということでですね、今日まあ2戦2勝じゃない熱動しすぎた、4戦、まあ、2戦2勝2敗ということで、ね、やってたんですけど、まあね、もう1戦ちょっとこれで負けたらもう一戦行くことになっちゃうんで、まあ、この辺でね、ちょっとキリがいいんで、やめておこうかなと思います。またね、いろいろデッキを変えながらね、トラ上げしていきたいと思うんでね、昨日ちょっと、更新が途絶えちゃってね、動画の更新途絶えて申し訳ないんですけど、また動画ね、バシバシ上げていきたいと思うんで、ね、もしよければね、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、今日は終わりです。バイバイ、イエーイ。